クラウン模型店に来ました。プラモデル屋さんですね。もう懐かしのね、おもちゃが、おもちゃというかプラモデルがねめちゃめちゃ多いなと思いますね。7日で、あ、9年、皆さんこんにちは。今日はですね、この後ろにありますね、見えるかな、クラウン模型店に来ました。こちらね、僕が10代の頃によく来てた模型プラモデル屋さんですね。これまだやってるということで、もうほんまに何年ぶりかな、もう何十年ぶりぐらいね、久々に来ました。今日はねちょっとこちらの方に行ってみようかなと思います。もうね外からいろいろね模型がいっぱい並んでるんですよね。はい、ちょっと行ってみようかなと思います。でも最近なんかミニ四駆また流行ってきたって聞いたんですけど、あ、あのなんか外になんか値札みたいなついてるじゃないですか、うん、プラモデルの、あれは別に、あれはその当時のチップ価格ね、あ、プラモデルチップ価格、あーなるほど、そういうこと、あーなるほど、はいはいはい、やっぱお客さんってあの結構大人っていうか僕らみたいな30代の人って多いんですかね、なんか昔の、うん、それは、まあ、全体で言うとやっぱり小学校ね 4,5 年生ぐらいから、あ、まあ、約65か70ぐらいまでやな、あ、なるほど、年代層にしたらね、なるほど、はい、あ、今日はないね、タミヤラジコンキットのツーリングカーから憧れましたね。これ昔買いましたね、これ。こういうのがですね。
うわ懐かしい、この駅、うん、これって色塗らないといけないんですかね。あ、一応ね、あの塗らなくてもいいんだけど、まあリアルでしょと思ったら塗った方がいいだろうな、あ、うんうん、と思いますな、うん、でももう中がこんなような感じやから、うん、大まかな、あ、なるほど、はいはいはい、うんうん、はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。7日で、そうだね、だから48、今49年目に入る、あ、9年、正確に言うとね、僕の誕生日6月7日なんです。6月7日なんですよ。あ、そう、はい、ちょっとびっくりしました。よし、はい、というわけでね、プラウ模型店今日は来ました。もう懐かしのね、おもちゃが、おもちゃというかプラモデルがね、めちゃめちゃ多いなと思いますね。こちらね、その卸屋さんに頼んでるわけじゃなくて、このお店が一つ一つね、この商品を注文して、置いてるということで、もういろいろなんか懐かしいおもちゃがいっぱいあります。はい、これね、1980円で買いました。これ懐かしいな、これ昔からほんまあった、ありましたね。はい、というわけでね、ぜひ皆さん行ってみてください。この倉敷と、倉敷っていうか、このクラウン模型店と水島にもあるんですよね。水島の方はまた昔は一緒にやってたみたいですけど、全く全然違う感じでやってるということですね。はい、というわけでこの後ろにもね、駐車場ありますんで、はい、皆さんぜひ行ってみてください。というわけで今日はこんな感じで失礼いたします。これ芝生がなんかなるっていうかあるみたいですね。芝生もできるみたいな。種は最寄りの模型店、デパート、スーパーなどで別売りされてますと。芝を植えれるやつ、まあ、人工芝でもね、良さそうな感じするんですけど、ガチでいけるということです。はい、ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。